でもこれなら隅っこで何してても誰も気にしないかもね。さてどうしようかな。どうしてほしい？あ、またその不安げな顔。不安げっていうか、それさ、楽しくてついからかっちゃうんだよね。大丈夫、手をつなぐだけだよ。それもいいよ。じゃあつなごう。はい、そこの肘掛けの上に手を置いて。映画終わる前に恥ずかしがってほどいたら罰ゲームね。なんだか初めて君とまともに恋人らしいことした気がする。いつもこのくらい素直だと嬉しいんだけどね。ま、無理な話か。今はとりあえずこれでよしってことにしとこうかな。少なくともこれから2時間はずっと手をつないでいられるんだし。今日はゆっくり楽しめてよかったよ。昨日の埋め合わせにはなったかな。じゃ、また明日。あ、明日は休みか。また明後日、バイトでね。あ、ごめん。明日はちょっと人と約束があって連絡つきにくいと思うけど、何かあったら連絡して。それじゃあね、おやすみ。なんか今日の君ってすごくあいつの彼女っぽく見えたよ。うん、本当ならそれが正しいんだけどね。それが本当だった日常を取り戻さなきゃいけないんだけどね。今日も一日疲れたね。でも明日は久しぶりに休みだね。一気とも約束してないっぽいし、のんびりしよっか。と、電話だ。知らない番号だね。蘇る嫌な記憶。いやいや、でもあいつの番号は着信拒否したはずだ。普通の知り合いだって今はこの携帯に登録されてない可能性が高いんだし。勇気出して出てみる？あ、私、今大丈夫？あ、この声って聞き覚えあるような。明日の約束のことだけどさ、お昼の12時くらいに駅でいい？ランチでもしてから軽く店回ってみようよ。あ、わかった、この声、サワちゃんだ。っていうか明日？一気と約束してないと思ったら、サワちゃんとしてたんだ。電話してくれてよかった。危ない危ない。サワちゃん、グッジョブ。何が欲しいって言ってたっけ？ボールなんかは当然向こうで。あとなんだろう。旅行用の化粧水とか用意した方がいいのかな？いい男の一人くらいいるかな？ちょっと可愛い服でも買ってみようかな。待って待って、勝手に話進めないで。要するに明日は旅行の用意をするために会うのかな。あ、もしかして例の合同合宿ってやつ？今ボールは向こうで借りるって言ったよね。ってことはボールが必要な団体の合宿なんだ。なんだろう、球技系の運動サークルかな。テニス？ゴルフ？いや、意外にゲートボールとか？どうしたの？何黙り込んでんの？と、待たせすぎちゃった。もしかして足りないもんある？こっちで持ってるものがあれば貸せるかもしんない。どうなんだろう、何の合宿かもわかんないからな。うん、じゃあまた明日ね。いきなりでびっくりしたね。でもこれで合宿の件は解決しそうだね。最低でも何の合宿かくらいは聞けるはずだよ。ちょっと緊張するけど、サワちゃんからはいろんな話が聞けそうだよね。あ、あの噂についてももっと詳しく聞いてみないと。あと君の日常生活についても。よし、じゃあ明日に備えて今日は早く寝ようか。
あ、こっちこっち。やっほー、元気そうだね。なんか私服のあんたに会うのってちょっと久しぶりかも。大学の夏休みって長いよね。ま、そのおかげでこの夏はいっぱい旅行できたんだけどさ。私ね、暑いと思って海とか山とか旅行さんざん入れてたわけ。でも行ってみたらどこも寒いの。ビリヤード同好会の合同合宿も市なのだよね。寒そう。っていうか、そもそも今日がめちゃくちゃ寒いよね。もう冬かっての。ちょっと雨でも降りそうな天気だし、早めに済まそう。じゃあ行こっか。サワちゃんはさ、ほっといても喋ってくれてとってもありがたいけど、情報量が多すぎるよ。口挟む隙がないよ。とりあえず合宿っていうのはビリヤード同好会なんだね。よかった、やっと何の目的で合宿に行くのか分かったよ。そういうことなら特別な道具用意しなくても旅行用品だけあれば良さそうだね。それにしてもビリヤードする一気か。女の子たちの壮絶な悲鳴がもう聞こえてくるようだね。そうすると彼女の君はまた邪魔者扱いされるんだろうな。うわー、怖いな。残念だけどのんびり楽しく過ごすってわけにはいかなさそうだね。どうしよっか。とりあえずご飯でも食べてから買い物する？それとも買い物しながら疲れたらご飯って感じ？どうしよっか。合宿の用意も大事だけど、今日の目的はサワちゃんから情報を聞き出すこと。ま、別に合宿の買い物なんて単にあんたと遊ぶための口実だけど。あんた合宿以外ほとんどバイトだし、たまに休みの日は一輝さんとデートだしさ、全然遊ぶ余裕ないんだもん。ま、彼氏ができたら友達なんてこんなもんだよね。ああ、合宿でもあんたは一輝さんに取られっぱなしなのかな。むしろ一輝は他の女の子に取られっぱなしの可能性高し。向こうのメンバーってよく知らないんだけど、かっこいい男の人いるかな。どうなんだろう。全部で何人くらいだっけ。うちの同好会は3人でしょ。一輝さんとこの学校の同好会は何人いるって言ったっけな。確か14人とか15人とか聞いたような気がするんだけど、合わせると総勢で17から8人ってとこかな。結構な大所帯だよね。でもって、そのうち私ら以外はほとんどが一輝さんファンってことか。あんた、覚悟した方がいいかもよ。真面目に嫌です、その状況。一輝さんファンといえばさ、そろそろ聞かせてくれない？あんたがなんであんなたらし男と付き合う気になったのか。それ僕たちの方が聞きたいことなんだ。正直未だに信じられないんだ。あんた最初あいつのこと嫌ってたじゃない。高2の夏にバイトしてた時はバイト先に最悪な人がいるとか言ってたのにさ。へえ、そうなんだ。早速新情報。でも大学受験が終わってバイト再開したらいきなりファンクラブ入っちゃってさ。ファンクラブ？君が一輝のファンクラブに入ってた？本気で？どうして？君もあの子たちと一緒になってキャー一輝をやっ…で、何なんだって思ってるうちにあの人と付き合うことになったって。もうびっくりしたよ。でもあんた笑ってるばっかりで詳しく話してくれなかったじゃない。実際のとこどうなのよ。あんた本気で惚れてるの？それとも
あの目にやられたの？じゃなかったら何か別の理由があって付き合ってるの？心配だよ。何か理由があるなら遠慮しないで私に相談してよ。ねえ、どうなの？あんた、イキさんのこと好きなの？それとも別の理由があるの？どうしよう、どうしよう。なんて返したら疑われずにその頃…そんなこと言わずにさ…あのさ…あんた言ってたよね。イキさんって彼女と3ヶ月以上続いたことないって。3ヶ月間はベッタベタに優しくするくせに、それが過ぎたら嘘みたいにあっさり別れるんだって。ねえあんた、今月末でイキさんと付き合いだしてちょうど3ヶ月になるんでしょ？もう1ヶ月切ってるよね。大丈夫なの？他の彼女たちみたいにいきなり捨てられちゃったりしない？え、今月末でちょうど3ヶ月って、まさか8月の初めに一輝が言ってたあと1ヶ月って。あと1ヶ月しかないのに、また一から信用を築き直しか。こんなに苦戦するのは初めてだよ。もう1ヶ月切ったし、そろそろかなって思ったんですけど。どうかした？何驚いた顔してんの？まさかもうすぐ3ヶ月経つって忘れてたわけじゃないでしょうね。3ヶ月経った時が鍵なんだとかなんとか、あんた自分で言ってたよ。そうだな、とりあえず3ヶ月付き合ってみる。まあ強いて言えば興味かな。君だって僕に興味があるんでしょ？じゃなかったらどうしてあの子たちに混じって僕の出待ちなんかしてたの？まあいいけど、とにかく付き合おうよ。3ヶ月だけ。なんで？好きじゃなきゃ付き合っちゃいけないの？あ、やば、やば。ちょっと、あんた、どうしたの？ねえ、何倒れてんの？うわ、すごいめまい。ごめん、感覚き…ねえ、ねえってば。ちょっと、しっかりして。うわ、雨降ってきたし。どうしたらいいのよ。ねえ、あんた、起きてよ、濡れちゃう。どうしたの？本当に起きられないの？すみません、誰か助けてください。友達、どっか痛いの？どうしたの？私の声聞こえる？ねえ、救急車呼んでいい？なんかい…気がついたか？大丈夫？まだ苦しい？かなり熱があるから、そのまま動かずに寝てるんだぞ。覚えてる？お前はね、一晩眠り続けてたんだ。雨に打たれて、熱を出したようだな。はあ、お前相当朦朧としてるな。
ああ、いい。もう喋るな。眠ってろって。今、氷枕を変えてくるから。いいか？起き上がったりしたらダメだぞ。すぐ戻るからな。あ、目が覚めてたんだ。ごめんね。ちょっと様子を見るために君のそばを離れてたんだ。僕がいなくてびっくりした？全然状況がわからないよね。一つずつ説明するよ。君は昨日沙和ちゃんと喋ってる途中で倒れたんだ。急激に記憶が蘇ったショックでね。多分昨日蘇った記憶は君の中で大事な記憶だったんじゃないかな。だから衝撃も大きかったんだね。まだ頭がクラクラするでしょ。今も記憶の復活が続いてるみたい。無理しないでゆっくり休んで。何か聞きたいことある？聞いてくれれば答えるから焦らないで。僕全部見てたから。うん、あの男の正体はね、なんと。ってごめん、実は僕にもよくわからないんだ。でも少なくとも君の味方だってことは確かだと思うよ。あのね、あいつ昨夜からずっと君の世話をしてくれてるんだ。ここに泊まり込んでね。あ、着替え以外ね。パジャマに着替えさせたのは沙和ちゃんだから安心して。とにかく今の君は精神的にも身体的にもフラフラのグロッキー状態なんだ。できるだけ何にも考えずに目を閉じて休んでて。一気のこともあんまり考えない方がいいよ。考えすぎると具合悪くなるし。これから先のことは熱が下がってから考えよう。君本当にすごい熱なんだよ。今日はとにかく休んで。おやすみ。いい夢を見てね。で、完成。覚えた？もう一回やろうか。ん？どうかした？ああ、そっか。ごめん。サングラスしてないからね。そっち向かないように気をつけるよ。目さえ見なければ効かないから、このまま続けようか。ぼーっとされると、僕も教えにくいからね。え、聞いてない？いや、聞いてるでしょ。現に今僕のことぼーっと見つめてたじゃない。へえ、本当に？僕の目を見てそう言える？ほら、何も言えなくなるじゃない。もう一回言ってごらんよ。うぬぼれないでください。あれ、今帰り？あ、うん、ああ、うん、確かに取り込み中だけど。いいよ、気を使わなくて、すぐ済むから。妙子ちゃんだっけ？要するに君は僕と付き合いたいってことでいいのかな？あ、はい。僕にとって付き合うっていうのは、やることやるってことだけど、それでいい？え？それでいいなら今フリーだし、付き合っても構わないけど。もちろん構いません。それで十分です。夢みたいで。あ、そ。じゃあとりあえず3ヶ月付き合ってみよっか。あ、やることやるって言っても、無理やりなことはしないから心配しないで。はい、そんなこと全然心配してません。私の連絡先です。連絡ください。ごめん、登録するの面倒だから勝手にやってもらっていい？はい、これ僕の携帯。あのすみません、涼しいこと言って。じゃあお借りし、はい、登録
しました。携帯お返しします。うん、それじゃあ3ヶ月よろしくお願いします。あの、じゃあ私はあ、何、君も僕と付き合いたかった？彼女と別れたら次は君にしようかな。客か？はい、どちら様ですか？ああ、それはどうも。どうす？ねえ、誰か来たみたいだよ。君のお見舞いかも。わざわざありがとうございます。あいつはまだ寝ていますが。君は、一体？それを聞きたいのは僕の方だ。君は一体だ。俺？俺はただの…ただのなんだよ。どうして僕の彼女の家に若い男がいるのか納得のい…とりあえず上がらせてもらっていいかな。今の声、一輝じゃない？一輝がお見舞いに来てくれたんじゃない？彼氏がお見舞いに来たその時、応対に出てきたのは若い…シュラバラワワワ…やばい！やましいことは何もないけど、とにかく起きて。起きてこなくていいよ。それより説明して、これはどういうこと？こいつは誰なの？お前が誰だ！おい、彼は一体何者なんだ？お前の彼氏なのか？ねえ、彼は君の何なの？どうしてここにいる？そういうこと、俺はこいつの兄だ。それで、君は何者なんだ？寝込んでいる妹に対して何かのジョークのつもり？一休、まずは冷静になれ。そして早急にそのマスクを脱いだ方がいいだろう。マスク？ああ、この…はぁ、暑かった。で、話の続きだけど。いや、先にそっちの話を聞かせてほしい。一休、そう流行るな。彼女が驚いているだろう。ああ、君、悪く思わないでやってくれ。このマスクはこいつなりの気遣いだそうでね。マスクが何の気遣いになるのかと思うだろう。だがこいつにはそれで理屈が通じているらしい。君も知っているだろう、霊の力のことだよ。こいつは霊の力が途中で発動して女の軍団に囲まれることがないよう完全防備で出てきたのだそうだ。一休にとっては万が一にも外れてしまうことのないこのマスクが防具に見えるらしい。理屈に納得できるかはともかく、今日だけは絶対に妨害されたくないという男心は理解してやってほしい。もちろん旗から見れば笑い話だがな。つまり目の力で女の子を引きつけて妨害されないように。なるほど、確かにそれならあれが発動しなくて安全だね。アホか、女の子は来なくても警察に囲まれるわ。っていうかその服にその覆面じゃ普段に輪をかけて目立つっての。驚いたかい？それは悪いことをしたね。ああ、なるほどね。焚きつけたのはこいつって。ちょっと待って、少し話をまとめてもいいかい？要するに覆面の彼は不審者ではなく、こいつの彼氏なんだな。ああ、彼の名前は一休という。ぜひ呼び捨てにしてやってくれ。一休だ。悪いけど一休って呼ぶのは絶対にやめてくれ。私は一休の友人でケントという。ここに来たのは単なる付き添いだ。俺はこいつの兄のトーマです。正確に言えば俺の母の離婚した元夫が彼女の父で、その父の離婚した元妻の娘が彼女です。
つまり彼女と俺に血縁関係はないけど、俺はこいつを妹だと思ってよく面倒を見てます。悪いけどもう一回説明してくれないかな。ああ、そうか。つまり、いや、大丈夫だ。私は理解した。よければ私の方から噛み砕いて説明しよう。頼むよ。まず彼らはもともと何ら関係を持たない他人同士だった。だがそれぞれの両親が離婚し、後に東真くんの母君と彼女の父君が再婚した。その時点で二人の関係は義兄弟だ。血縁関係はなくとも戸籍上は兄弟となっていた。だが再婚した両親は再び離婚し、二人の間には戸籍上の関係もなくなった。よって現在の二人は血縁的にも戸籍的にも赤の他人だが、義兄君は今も彼女を妹だと考えている。どうかな。私はこう理解したんだが、解釈は合っているかい？その通りです。一つ付け出すなら、俺の母も彼女の父もすでに3度目の結婚をしている。二人ともどうしても一人に定められない性格らしい。はあ、なんとも誠意のない人たちだね。あんたが言うな。とにかく事情は理解したよ。血や戸籍上のつながりはともかく、実質的には彼女のお兄さんだと思っていいんだね。そういうことです。昨日からこいつの世話をするために泊まり込んでます。幾分熱は下がったみたいなんですが、まだめまいがひどいので。そっか、泊まり込みで彼女の看病をしてくれてたんだ。それじゃ改めて、はじめまして。彼女とお付き合いをさせてもらっている一輝と言います。まだ在学中の身ですが、誠実にお付き合いしているつもりです。どうぞよろしくお願いします。え、ああ、丁寧にどうも。妹が世話になってます。あ、でもそんなに改まらないでください。多分俺の方が年下ですから。そうかもしれませんね。それじゃあお言葉に甘えて、砕けた口調にさせてもらいます。でさ、後の世話は僕がやるんで、もう帰ってもらっていいかな。え？気持ち的には妹だって言われても、実際は他人なんでしょ。彼女の家に他の男が泊まってるって、正直いい気分じゃないんだよね。これはただのやきもちだと思ってくれていいよ。妹の看病をしてたお兄さんになんて失礼なことを言うんだってなじってくれてもいい。でも同じ他人ならどうして一番に僕を頼ってくれなかったんだって今猛烈に焼いているんだ。そういうわけで、後の看病は僕に任せてもらってもいい？君、決断を求められてるよ。そうさせて。トーマ君、失礼なことを言ったので、決して君が不埒なことをすると思ってるわけじゃないんだ。でもなんていうか、理屈じゃなくてね。気持ちは分からなくもないです。こっちも少し配慮になりました。じゃあ俺は帰るかな。おい、無理するんじゃないぞ。ならば私も帰ろう。一休、彼女に無理なことをしないように。もちろん看病に徹するよ。二人ともありがとう。また会おう、君もな。え、あれ、ちょっと二人とももう帰っちゃうの？こいつと部屋で二人きりって。君本当に大丈夫？まあこの様子ならこいつも無体なことはしないだろうけど。さてと、どんないたずらから始めようかな。冗談だよ。本当にちゃんと看病する。で、何か欲しいものはある？必要なものがあれば買ってくるよ。薬とか食料とか、最低限のものは東真くんが揃えてくれてるのかな？
ま、看病とは言っても見たところもう結構元気になってるみたいだね。熱もだいぶ下がったって言ってたっけ。どれどれ。うん、確かにそれほど高熱ってわけじゃないね。低っ。心配したよ。高熱が出て休みだって言うし、メールしても電話しても反応ないし、あの格好だってさ、本当はむちゃくちゃだって分かってたんだよ。ケンのやつ、僕が焦ってるのにつけ込んで遊ぼうとしてるなって当然分かっても、どうしてもあの子たちに引き止められたくなかったんだ。1秒でも早く顔が見たくて、バイト中もずっと焦っててさ、散々失敗して店長に怒鳴られ、明日は僕基礎トレコースかもな。でも思ったより元気そうで本当によかった。恥さらしてでも駆けつけてよかった。二人きりになれてよかった。ああ、トーマくんを見た時は本気で焦ったけどね。おかげで、はでもトーマくんとは何でもないんだよね。気にする必要ないよね。信じられないな、自分がこんなみっともないことするなんて。君といるとおかしくなる。でも君といると嬉しくなる。君の声を聞いてるだけで、君が息をしてるのを聞いてるだけ、君のそばにいるのが幸せになる。だから君に会いたくてバカなこともしちゃうんだ。はあ、かっこ悪いな僕。好きだよ、そう言ったじゃない。今でも信じられない。これでも僕なりにすごく大、まだ足りない、まだ信じてもらえないね。え、もしかしてそれずっと聞きたかったの。疑ってるならもう一度言っておくよ。あのね、言っとくけど恥ずかしいからあんまり何度も言いたくない。